グランビル・シャープは、イギリスの学者及び、奴隷制度廃止運動の指導者である。1735年11月10日に、大出ジョン・シャープの息子として、イギリスのダラムで生まれた。シャープは14人兄弟の一人である。中等学校で教育を受けていたが、15歳の時に、ロンドン副次長の徒弟になった。1765年からシャープは、 奴隷廃止運動に活発に関わることになる。シャープの兄弟ウィリアムは医者でロンドンで貧しい人々に無料で処置をしていた。シャープがウィリアムを訪ねた際、デビッド・ライルという名の主人からひどく叩かれたジョナサン・ストロングという奴隷の黒人青年と出会う。シャープはこの黒人青年を助け、セントバー・ソロミュー病院へ連れて行った。ストロングの怪我は、 完治するまで4ヶ月を費やさなければならなかった。彼の怪我の原因は、ライルはバルバドスからイギリスへ彼を連れてきたものの、ライルはストロングのサービスに不満を抱き、ピストルで彼を叩いた後、彼を通路に放り投げたというものであった。ストロングが怪我から回復した後、ライルは彼を他の主人へ売り払った。シャープはその情報を知った時、 彼はライルをストロングがイギリスにいたので、ストロングがもはや奴隷でなかったと主張していた法廷に連れて行った。しかし、法廷がストロングの行為で採決したことは1768年までなかった。ケースは国家広告を受けた。そして、シャープは奴隷廃止に反対する彼の運動でこれを使うことができた。最後に、彼がイギリスに足を踏み入れるとき、 奴隷が自由になるトーマス・ルイスやジェームズ・サマー・アーセットの場合が置かれた。シャープは同様に他の問題に関する求心的で政治的な意見を持っていた。彼は議会改革に賛成し、そして低い賃金の莫大な労働者を育成するために支払った。そしてまたシャープもアメリカの入植者をイギリス政府に対して指示をして、その結果、 1776年に行政事務を退職しなければならなくなり、同年に4冊の奴隷制度反対のパンフレットを出版した。1780年代中頃になると、シャープは最終的に西アフリカのシエラレオネへの移住計画の支持者のリーダーであるシエラリオーナとなった。1780年代の初期にアメリカ独立戦争で、 イギリスのために戦った元奴隷の自由を授与される、ロンドンと彼らが約束された賃金に来たので、ロンドンの貧しい黒人たちの数が増大していた。これらの元奴隷の黒人たちをシエラレオネに新しく入職及び移住させるため、1786年に、シャープは友人であるトーマス・クラークソンをはじめ、ウィリアム・ウィルバー・フォースらにより、奴隷貿易廃止促進協会が創立され、 1787年にシャープを中心とした自由の国をスローガンとしたシエラレオネの入植計画が始まり887人の入植者がシエラレオネに入植した。最初のシエラレオネの入植地には彼の名グランビルシャープにちなみグランビルタウンという都市が建設された。しかしこのシャープらによるシエラレオネ入植計画は失敗してしまった。 ヨーロッパ諸国の軍や現地部族からの攻撃、侵略やマラリアなどによる病気などにより、1791年までに入植者のほとんどは死に絶え、生き残ったのはわずか60人だけであった。1813年7月6日、ロンドンの南西にあるフラムでシャープは死んだ。彼はフラムの教会の墓地に埋葬されている。また、ウェストミンスター寺院にも彼の記念碑が建てられている。 ありがとうございます。